長物も持ってっとるよね絶対。あんだけ鉄鋼宇宙人だ。無名よな。玉回これワールドからですもんね。あの変えても装填されたまんまっていうのが。そう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 なんよそうなんよ。だけど前段装填とかいうあのなんちゅんボウガンのスキルがあるんやけど、それじゃない限りは。うん。だけどその間弾打ち放題っていうか前段あるけどさ、鉄鋼とか拡散とかがあったら全部それをもう装填されとくことになってる。ソロで鉄鋼使うとき旗の弾使ってる。だけど打ち切ったら次のやつリロードせずにいけるっけ便利やったよねそれ。あれやっぱヘビーだけやったっけな前段装填がある。よっしゃ、そっち行け、そっち行け。俺の方に来るな、俺の方に。ご機嫌、マジご機嫌こいつ。わ、広っ。おぉ。やべ、今よう間に合ったな、俺。爆発でかすぎるだろ。すげえ、あれ乗ったな。いや絶対飛び乗ったって今マジでマジ飛び乗っとるけん。多分これスタン入るね。うん、スタンスタン。まひっとる。いや、ちょっとあんまり鉄鋼出るっけ玉。特殊かなんかな。結構出すぎないな、あれ弾。ん？翼壊れた？よーし、かいー、くしょくしょちょうど鉄鋼でダウンしとる。ナイス。調合させてもらおう。あーマジか、受けれんかった。飛んでみなよ、飛んでみなよ。閃光投げてっから。待ってんだから閃光持って。あら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 。やったやった、疑惑の判定。なんか落ちた。なんか閃光落ちた。まひったまひった。終わった。はい、終わり。終わり。強い。ちょうど降りてきたとこやったよね、今。ペンギンさんが。そうなんですよ。よくあるんですよ、これ。で、大体、コシューさん、何やってんのって言われるんですよ。いや、なんかトイレをね、クエスト中にしてる。あの強制的に戻り玉使うにはさ、やっぱ死ぬしかないやん。いや、ちょっとトイレにっつって。
ベースキャンプにしかトイレないやん。あれやけど取ったらな。多分欲張ったんやろね。来るの分かったんですよね。あ、こっち向いたなって思って、ギリギリまでいけるかなと思ったんですけどね。1回、2回、3回やけど。顔がグイングイン来よったもんね、そっちに。俺ね、あれやけん、その時にはもうね、遊ぶ準備しとったけ、先行玉握りしめて待ってたけ。飛べよ飛べよっつって。満身ダメ絶対。いや、やっぱ最大か。これでレースも終わり。レース終わりましたね。おお。だんだん王冠がついていくんやな、たまに。